こんにちは、コスケです。今回はこのエレカンタという幕開けで応援購入可能な、今まで僕は見たことがない機能を搭載したポータブル電源提供してもらったので紹介したいと思います。実際使ってみましたがすごくいいんですよね。ついに出たなという製品で、バッテリー部分が交換可能なカートリッジ式の実用的なポータブル電源なんですよね。今回のこのエレカンタ S600W、 実際に使ってみて感じた4つの特徴がこれです。まず1つ目が、さっきも言ったようにバッテリーが交換可能だという点ですね。カートリッジ式で簡単に交換可能なので、予備のバッテリーをたくさん持っておけば長く使い続けることも可能です。2つ目の特徴なんですが、このサイズ、この容量としては珍しい USB Type-C で充電が可能だという点です。 100W で充電できるんですよね。しかもコンセントと同時に充電が可能で、同時に充電すると 300W 入っていくので、かなり充電スピードが速いです。3つ目は、割とコンパクトな作りなんですが、容量が 740Wh と大きめだという点です。これだけあると大体何でも使えますね。そして最後の4つ目なんですが、高性能なポータブル電源としては珍しい静粛性が高いという点です。ファンの音は平均的なんですが、あんまり回らないんですよね。なので車中泊で夜寝る時に使うのにも最適なポータブル電源だと思います。それでは細かいスペック見ていきましょう。まず容量は先ほども言った通り 740Wh、500W クラスのポータブル電源としてはかなり容量は大きめです。 AC 出力は定格 600W までです。どのくらい超えて使えるかというのは後で試してみましょう。純正原波で 50Hz、60Hz は切り替え可能です。 USB は Type-A クイックチャージ 3.0 が3つと、 USB-C Type-C のパワーデリバリー 100W までが1つです。これは入出力両方できるタイプですね。そして充電時間はコンセントのみで 3.5 時間と結構早めですよね。コンセントと同時に USB-C で同時充電すると 2.5 時間で満タンにすることができます。車のシガーソケットを使うと8時間かかります。重量は 7.5kg で、バッテリー単体、バッテリーを抜いた状態のバッテリー単体だと 4kg となっています。動作温度はマイナス10度から45度までで、マイナス10度まで使えるので北海道の冬の車中泊でも問題ないと思います。充電回数もかなり長めで、なんと1000サイクルとなっていました。残存容量 80% なので、かなり長寿命のバッテリーということになります。しかもバッテリーは交換可能なので、仮に寿命が来ても新しいバッテリーを買って入れ替えることで新品の状態に戻すことも可能です。それでは実際にこのエレカンタ S600W 本体を見ていきましょう。ポータブル電源の中では少し珍しい縦型のタイプとなっています。そしてボタンが3つありますね。一番左は DC、 真ん中が USB、 そして一番右が AC 出力用です。どのボタンでもいいんですが、このボタンをワンクリック1回押すことでディスプレイを点灯させることができます。そしてボタンを長押しで各エリアの電源のオンオフが可能です。電源がオンになるとボタンが光るので分かりやすいですね。 AC 出力用のコンセント差し込み口は2つついています。2つ合わせて 600W までです。 USB は Type-A のクイックチャージ 3.0 対応が3つ、そして一番上が USB Type-C のパワーデリバリー 100W で入出力ができるタイプです。Type-C の 100W 出力がついていると便利ですよね。しかも入力もできるので素晴らしい機能ではないかと思います。充電はこの DC エリアにあるインプット端子から行います。アダプターもシガーソケットもここから充電ですね。そして一番下にはシガーソケットがついています。ディスプレイはとても見やすく、一番左にバッテリーの容量パーセントでも表示されますし、視覚的に分かりやすい乾電池のマークでも表示されています。この大きな数字は残り使える時間や充電時間が表示されます。なのでどのくらい使えるかとか、どれくらいで充電が完了するか分かりやすいです。
一番右の2段の数字は出力入力のワット数が表示されます。上は AC の出力、下は DC の入力と出力のワット数が表示されるので、2つ同時に分けて見ることが可能です。ディスプレイは見やすくてとてもよくできていますよね。このエレカンタ S600W、 バッテリーの交換はとても簡単です。裏にあるこの金属のネジをまずは緩めます。しっかり緩めたら、あとはこの後ろにある取っ手を引き出すだけとなっています。これでなんとバッテリー部分交換可能なんですよね。結構しっかり入っていて力を入れないと抜けません。逆さまにしただけではネジがちょっと緩んでいてもまず落ちてこないと思います。見ての通りバッテリーを抜いた状態がこれですね。当然ですがバッテリーの取り付けもとても簡単です。単純にバッテリーを押し込んでネジを締めるだけという簡単な構造です。結構きつめなのでぐっと力を入れないと抜き差しできないようになっていますね。あとはこのネジをしっかり締めるとバッテリーは固定されます。これで使えるようになるんですよね。すごくバッテリー交換が楽です。このエレカンタ S600W の付属品ですが、本体以外にまずは説明書ですね、ユーザーマニュアルが一つついてきます。そして家庭用コンセントから充電するための充電器、200ワットで充電できる充電器なんですが、そんなにサイズは大きくないですね。一般的なサイズだと思います。そして車中泊では必須のシガーソケットから充電するためのケーブルもついてきます。入力端子は充電アダプターの場合と共通で、このインプット端子に挿して、こっちを車のシガーソケットに挿すと充電可能です。充電スピードはこのクラスとしてはかなり速く、家庭用コンセントを使った充電だと 200W で充電されるので、だいたい 3.5 時間で満タンまで充電することが可能です。そしてこのエレカンタ S600W の特徴の一つでもある USB-C 端子からの充電もできます。ケーブルとか充電アダプターは付属してきませんので、これは別に買うか手持ちのものを使う必要がありますが、ケーブルも充電アダプターも 100W 対応であれば、見ての通りぴったり 100W で充電することができます。だいたいこれだと8時間ぐらいで満タンになるんじゃないでしょうか。そしてこの USB-C と家庭用コンセント両方からダブル充電することもできます。200W と 100W を同時に充電するので、見ての通り 300W での充電が可能です。これだとなんとカラカラ 2.5 時間で満タンまで充電することができるみたいなので、かなり充電スピードは速いですよね。このエレカンタ、バッテリーを取り外したバッテリー単体でも充電は可能です。このバッテリーの横の部分には充電するための端子がついています。本体と同じ端子ですね。なので付属の充電器を使ってこうやって充電することができます。充電状況はこのランプで確認できるので、今どのぐらい充電されているのかというのが一目でわかるんじゃないでしょうか。こうやって本体とは別に充電ができるので、本体に一つバッテリーを入れたまま充電して、予備のバッテリーも単体で充電することができるので、2つ同時に充電すると非常に充電スピード速いですよね。ただし充電器は1つしかついてこないので、シガーと USB Type-C、 そして充電器、この3つを使って2つ同時に充電することになると思います。そして車のシガーソケットを使った充電の場合は、だいたい 100W ぐらいで充電されていきます。これも8時間ぐらいですね。 USB Type-C を使った充電と同じくらいの時間かかります。ただ空まで使うことはほとんどありませんし、車中泊の場合は移動時間も長いので、その間にだいたい 100% まで充電できてしまいますね。当然ですが充電には太陽光パネルを使うこともできます。これはエレカンタから発売されている太陽光パネルなんですが、これを使って充電もしてみました。 CX-8 だとリアハッチを開けるとここに置くことができますね。今もう夕方なので太陽低くなってきてしまっているんですが、日中日の高い時間に使うともっとしっかり充電できるんじゃないかと思います。この時期の午後3時過ぎの低めの太陽でもインプットで 60W くらいは入ってますね。キャンプなんかでは太陽光パネルを使うことでポータブル電源のバッテリー充電することができると思います。
車で移動中はシガーソケットを使うことで充電できますし、移動していないときは太陽光パネルを使って充電することができるので、かなり便利ではないでしょうか。それではこのエレカンタのポータブル電源、どのくらいのワット数 AC 出力で使えるのかチェックしていこうと思います。ちょうど麦茶を作りたかったので、このポータブル IH を使って600ワットまでまずはテストしてみましょう。今回はこのワットモニターもつけているので、実際に何ワットを消費しているのかも一緒に見ていきましょう。それではスタートしていきます。まずはポータブル IH 500ワットに設定しました。実際の消費電力もだいたい500ワットですよね。490前後となっています。で、エレカンタのポータブル電源に表示される消費電力もだいたい500と大きな違いはないように見えます。500ワットで使っている限りファンは回りませんね。すごく静かです。それでは火力をもう一つ上げて600ワットで使ってみましょう。ワットモニターの方は600ワット前後になっていますね。ポータブル電源に表示されている消費電力も600ワットちょっとになっているので、やはりほとんど差はないように思います。かなり正確な数字表示されてますね。じゃあこの AC 出力600ワットを超えて700ワットで使ってみたいと思います。よいしょ。ワットモニターが680ワットぐらいになりましたね。で、こっちの表示も700ワット弱ぐらいになっていますが、今のところ使えています。あ、止まったね。やっぱり600ワットを超えると止まりますね。とはいえ600ワット前後ぐらいで使っている分には全く問題なく使えそうです。スペック通りの性能という感じでしょうか。このままお湯が煮立つまで少し使ってみたいと思います。だいたい 100% 近い状況から 91% まで使った時点で、600ワットで使い続けた時点でファンが回り始めました。時間にすると6分ぐらいですね。600ワットで6分ぐらい使うとファンが回ったという感じでしょうか。ファンの音の大きさに関しては、この600ワットクラスのポータブル電源としては普通かやや大きいぐらいのファンの音になっていると思います。ただファンが回り始めるまでは結構余裕はあるんじゃないかと思います。普通にコーヒー 1、2杯分お湯を沸かすくらいであればファンは回らないんじゃないですかね。最近このクラスだと静音ファンを採用しているポータブル電源多いんですが、それに比べるとファンの音はやや大きめ。ただ決してうるさい方ではないですし、平均くらいか、まあ、やや大きいかなぐらいの感じだと思います。その後しばらくこの麦茶火にかけたまま放置しておきました。長時間の使用も全く問題なくできていますね。15分ぐらいすでに600ワットで使い続けていますが、全く問題なく使えております。少し気になったのでバッテリーどのくらい熱くなっているのか実際に出して触ってみました。ああ、でも思ったほど熱くないですね。ほんわりやんわり暖かいぐらいで、まあ、人肌よりも暖かいので50度とかそのぐらいの温度かなと思います。思ったほど熱くならないもんなんですね。このエレカンタ S600W ですが、一応1200ワットマックスと書いてあるので、瞬間最大であれば1000ワットぐらいまで使えるかなと思って、このポータブル IH の最大火力でチェックしてみることにしました。このポータブル IH は1000ワット消費電力、1000ワットタイプのものです。まずは600ワット以下から始めてじわじわ消費電力上げていきました。600ワットを超えて700ワットでも一瞬なら動いているんですが、これより上に上げようと思うとここで電源落ちてしまいます。何度も試しましたが700ワットを超えられるのは一瞬ですね。
800W とか 900W、まあ、これは僕が試した限りだと瞬間的に使うこともできないように思います。 800W 近くまで行くとすぐに落ちちゃう感じですね。ポータブル電源の中にはスペックよりも1割ぐらい高い出力でも問題なく使えるものもありますが、このエレカンタ S600W はスペック通り 600W までと考えておくといいと思います。ちなみに車中泊で使う分には 600W あれば十分すぎるほどですね。 500W でも足りますが 600W になると少し余裕ができて、電気毛布とお湯を沸かすことを同時にできたりするので 600W あるとかなり安心だと思います。今回このエレカンタのポータブル電源、実際に車中泊でも使っております。実際にこのエレカンタのポータブル電源一晩使ってみました。車内の温度はマイナス5度で、外気温はマイナス10度近い状況です。で、いつも通り電気毛布1枚と、下にも電気カーペットを入れております。で、上からは羽毛布団ですね。今も片付けるところですが、羽毛布団使ってました。6時間ぐらい電気毛布2枚で使ってもまだ 80% ぐらい容量残ってますね。やはり 700Wh を超えるポータブル電源だけあって、容量は結構余裕あると思います。これだけ使えるなら真冬の車中泊でもいけそうな感じはしますね。少なくても外気温マイナス10度ぐらいの環境であれば問題なく使えると思います。それとファンの音なんですが、電気毛布2枚同時に使って一晩寝ましたが一切鳴らなかったです。電気毛布2枚でファンが全く鳴らないのはありがたいですね。僕の使い方だと静粛性も問題なしという感じだと思います。というわけでエレカンタの S600W、実際に1ヶ月近く車中泊や旅に持って行って使いましたが、文句なしの性能ですね。僕の使い方だと AC 出力 600W あればとりあえず困ることはありませんし、容量も 740Wh あると安心して使うことができます。寒い冬なんかだと予備バッテリーを持っていくことで 1500Wh になりますから、それだけあると十分すぎるほどですよね。充電方法も豊富で、冬電気毛布を2枚使ってもファンは回らず、静粛性もかなり高いレベルにあります。これ1台と予備バッテリーが1つあれば、夏も冬も車中泊安定して使うことができるんじゃないでしょうか。1ヶ月使ったくらいだと全く弱点のようなものはなかったんですが、一つ気になることがあるとすれば、こうやってエレカンタ持った時重心が後ろにあるんですよね。バッテリーが後ろの方に入っているので当然なんですが、中央を持つとやや後ろの方が下がった状態で持ち上がります。この重たい後ろの端の方には見ての通り金属のネジがついていて、四隅にゴムはついているんですが、バッテリーを持って置くときに後ろに傾けすぎると、この金属のネジの部分から着地してしまうことがあります。ちょっとぐらい斜めにしてもゴムから着地するんですが、あんまり斜めにしすぎると見ての通りこの金属のネジの部分からドンと床に置いてしまうことがあるんですよね。で、一回僕これで傷がつきました。床に傷がついたことがあって、置くときはできるだけ水平の状態でそっと置かないと床に傷がつく可能性があるというのが一つ気になったところですね。なので可能であればこの金属のネジの部分をシリコンで覆うとか、もしくはエレカンタさんでシリコンのカバーみたいの、薄いカバーみたいのを出してくれるとすごくいいなという感じがしました。あんまり斜めにしておくとガツンとね、金属の角を床に当ててしまうので、ここだけ注意が必要かなという感じがします。それ以外特に弱点とか気になる点はありませんでした。コンパクト、大容量、そして 600W と十分な出力にバッテリーを交換できるカートリッジ式のシステムということもあって、夏は本体のみ持っていくとコンパクトで大容量、冬は本体と予備バッテリーを持っていくと
これまたコンパクトに 1500Wh 近い大容量という点で非常に優れたポータブル電源だと思います。今年の車中泊はこのポータブル電源かなり活躍しそうな気がします。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。